ろしくお願いします。早く終わってください。設定5を打たせてほしいんです。はい、お当たった。ストック3つ以上の資産、54枚まだら。あ、調理中ならまあそう簡単には勝てないかな。よし。ちょっと、ちょっとボタン、ボタン、ボタン。なかなか行かないですね。まあ一発目ですからね、トミさんは。あ、でもさすがしっかりそこはボーナス持ってきましたね。よかったです。もう一回これチャンス手に引いてる可能性ありますよね。あー、普通の手でやった。即発展からの MB。 さあここはブロー乗ってくれたようです。乗りました。赤だ。なかなか出てこないですよね、赤ね。何個乗る？2つ目。これがまた気持ちいいですよね。3つ目。まだ乗るかな。リーチ目が出るパターンが。はい、4つ目。これは伸びそう。あー、ここで止まったか。まあでも4つですね。しっかり乗りました。やっぱこの設定の番長楽しいですね。めちゃめちゃ楽しいですね。一時やっぱりこう他の ARTK に押されてる時期が長かったので、結構その番長の設置台数とか番長の取り扱いもそんなにこう良くなかったお店もあったんですけど、ここに来てまた台数増やしたりとか強化してきてるお店があるっていうのは本当に今番長3狙い目のお店結構あると思います。まあ、貴重な加古川店さんかどうかというのは分かりませんけど、ただ32台ありますからね。実際データ見たら8000枚とか出てる台もあるんで、台数があった方がやっぱりその可能性は高いのかなという気はしますよね。おお、金閣寺出ましたね。初めて見た。まあ終わりじゃないんですよ。ストックあるんで復活するんですけど、まあ、一応なんか振り分けでは設定1とか3でも出現する振り分けはあるんですけど、まあ、5が圧倒的にこう出現率が高いっていうですね。設定5の試作演出サムネ用で。やらしいわ。見れましたね。見れましたね。はい、いやー、これ営業中のホールで見てみたいですよね。どちらかというと、あんまり行かれてるとね、隣のトミさんにちょっとあれなんで、どちらかというと僕はこう荒波が好きなので、グラフはだからまあなんていうんですかね、安定の6、荒波の5って言われる機会があればどちらかというと5を打ちたくなるタイプなんですよね。だからホールで金閣寺とか終了画面に出たらもうそりゃちょっと粘っちゃいますね。
どっちかが絶頂引かないと終わらないぞ。痛いな。結局絶頂見れてない。お、絶頂箱。わあ、まだほら。すごいな。まだありますよ。まだまだまだ以上あります。あっ、やっと来た。さあ行くぞ。 25% と言いながらここまで3回ボーナス引いてる絶頂ゼロ。次が4回目。いいタイミングじゃないですか。やるよ。さあ、まあどうかな、小さい曲。お願い。あー、いかんね。弱い。あーし、続かないけど当たりはやっぱすごいですね。さあ、なんといったか、ここにはもう16セント目まで来てますので、結構高台にも来てますけど、結果ボーナスを引けたのはまだ2回のみです、ここまで。いやー、トミーさんの背中に乗せる重りもだんだん重くなってますよ。こうやって僕が出れば箱にメダルを詰めて、罰ゲームする方の背中に乗せて腕立てをしてもらいますので、今、2箱です。こう重たいです。罰ゲームをされる方って予選組織に言いましたけど、トミーさんですね。さあ頼むよ。ダメだ。相撲か。いやー気にした。ここもチャンス目。2人合わせて4回目いきますよ。デフォルトばっかやん。それ店長に確認した方がいい。本当にゴーって。いきます。おーしゃしゃ、なかなか引けないです。青7あった。絶頂以外は、絶頂と超番長以外はめちゃくちゃいいですけどね。一番見たいのが未練。3回目は青7です。どなたでいきましょうか。よし、轟でいこう。いやでも5号機の番長シリーズってうまくできてますよね。番長2、番長3、サラリーマン番長、またサラリーマン番長と番長3が全くタイプが違いますからね。どちらかというと番長3の方が切断するのが多いですけどね。サラマン好きという方もまだまだいらっしゃいますよね。あ、コパンダ登場。ここは上乗せ、チャンス上乗せです。終わりません。もう絶頂入るまで終わらせまいと言ってます、気持ちでね。さあストックあるかどうかわからないセットとなってますけども、残り5ゲーム。バトルないか。ここはもういいでしょ一旦はね。いやいや、ここで絶頂入れないと、もうなんか次 AR に迎えられるかどうかわかんないんで、これだけね続いてくれてる ARG で一生いけてないっていうのは設定後としては物足りなさすぎますよ。あ、まだまだあってくれよ。17セット目が終了です。ほら
普通になりました。ありそう赤ね。強い。感じですよね。そうですね。なかなか出てて見れない。まあでも確か設定後で3000何百分の1くらい結構多かったと思いますけど、よく引かれましたね。押し順間違えました。あれこれ終わりそう。あれちょっとやばいんじゃない。いやそろそろ待ってもおかしくないかなと思ってたんですよね。1959枚2000枚届かず、そしてボーナス4回聞いて絶頂対決得点させれず18セット復活なければここで終了となります。うわ絶頂入れれなかった。設定後の番長フリーを18セット消化して絶頂入れれないとやっぱりちょっと気が弱かったっていう感じですよね。残念でした。まあでも一撃2000枚ほどの獲得あればバンドクリとしてはまあ十分ですよね。すごい。さあここからはトミーさんの番ですね。はい、ちょっとね見せ場欲しいな。そうですね、僕が引けなかった絶頂ぜひ引いて3セットくらいで終わってくれるとすごくありがたいほら嫌な予感がしてきた。あれだけ豪大寺に行かせた僕が当てれずに決めるのか。おお温泉行った。これは絶頂行くでしょう。いやーねー嫌な予感してたんですよ。僕の方が ART はたくさん進んで出てたんですけど少ないチャンスよかったトミーさん。まあでもなかなか珍しいですよね温泉も。ただ絶頂確定じゃないんですよね。絶頂のチャンスと言われるステージですね。行くんでしょうけどね。いやあちょっとやりました。ちょっとねえ2回目ですよねボーナスね。いやでもさすが設定後、まあ、いやさすが設定後だよ。あさすがトミーさん。通常ボーナス省けば2人で6回当ててようやくですね。やったー。いやー入りましたね。さああとは何セット乗せるのか見せていただきましょう。あなんかこの瞬間だけは鏡になりますね。 B も B も B もが流れてます。そうですね。引いたのはやった。めちゃめちゃ嬉しいな、ね、こっからですね。こっからです。こっからすごい美味しそう。え大丈夫です。はい、もう大丈夫でしょう。大丈夫ですね。あざます。4つ目
あーこれは結構上乗せもさることながら、当然ここから ARG がねまだまだ続くわけですから、弱い。弱いか。だー4セット4セットでした。いやー4セットならなんとかなる。まあでも4セット、だいたいそれぐらいで終わること多いですよね。まあそうですね、ベッドを言ってもこれでも私の勝ち確定ですね。いやいや確定、何も確定してないですまだ何も確定してないです。いやー嬉しいな、よう持ってきましたねでも結構当たりの数ではね、そうですね、多かったので確かに、はい、おっ、初登場の岩尾です。お願いよ、負けたいかんよ岩尾に。あー大丈夫か。さあ AR には一旦終わりましたけれども、再びここからいただき側にスタートです。今日当たってくれます、枚数引き継いでますね。これですぐさま僕が豪大寺行ってまた別の対決でも来れば結構面白いことになりますけどね。あとはお互い出玉勝負になるんで、そこから僕も別所に入ればですね、別所入って4セットぐらい乗せれば。あ、あれ、あれだ、終了画面終了というわけで今回は、まあ、出玉バトルではなく別所対決バトルということで、僕は別所対決入れれず、トミーさんは別所対決突入させたというところで、はい、負けました。ありがとうございました。ありがとうございました。特訓開始。トゥルルルトゥルル、トドロヒ混合の気持ちになって、まあ最初は重りなしですもんね。トゥルルルトゥルル、早く乗せて、はい、ブー、1個乗るだけでだいぶきつい。もう一個いきます。すごいすごいすごい、これはね結構つらい意外とつらい。え、何もなかったら全然できるんですけど。最後じゃあ奥だけ置きますか。奥だけ恐竜。これはね、辛いよ。辛そうやからこれ。これは結構辛いよ。素晴らしい。いや、意外と普通に腕立てできる人もこれ2つ乗っけたらマジやばいです。あの、2つ乗っけるのと片手腕立てが一緒ぐらいです。意外と大変だった。いやー、トドロキ混合ってすごいんだなと思いましたねだって今メダルですけど、まあ 3,4 キロですよ、あのメダル入れた箱は。でもあれトドロキくんが乗せてるのって確かアンモナイトですよ石でしょで化石でしょあれは半端ないって。そりゃサラリーマンになってあのユンボのバケット持ち上げますよねあれだけ高校時代に鍛えられてたら。なるほどな。いや、サラマン打ちながら、いや普通の人間じゃ無理だけどなっていうこと平気でやるじゃないですか。ああいう特訓を学生時代にされていたっていう、そういうお話だったんですね、番長先生ってね。そうだ、はい、というわけで今回は負けてしまいました。ちょっと今回の罰ゲーム本当にきつかったのでまた次なんかトミーさんをギャフンって言われてる罰ゲーム考えていきたいと思います。待ってます。ありがとうございました。実戦終了です。お疲れ様でした。いやー、今日は僕の圧勝の流れだったんですが、いや大事なとこ決めてきますよねもう本当最後あの絶頂対決
ただそれだけに負けてますからね。それ以外は、はい、ね、最初の当たりもそうだし、ループもそう、まあ、獲得枚数でも圧倒的に僕は上だったんですけど、いかんせん今回の対決が絶頂対決だったので、絶頂に入れれてない僕の方が負けということで、まあ、罰ゲームの方を、ね、はい、する羽目になってしまいましたが、やっぱ満場3いいですよね。いいですね。まあ、設定後って分かって言ってたんで、あんだけ面白いもんかと。そうですね、分かってても面白かったですね。あれでも、ね、正直僕の当たり方って朝一の 10% の、 あの確定対決引いて、それの 50% の 80% ループ取って、そこからまあなんやかんや勝って乗せてボーナス引いてなんで、実はあんまりこう設定後だからこの展開が作れたっていうものでもなかったんですよね。もちろん途中で青7引いたりとかチャンスチリ引いたりとかはあったんですけど、まあ、あれぐらいの展開は設定1でもあり得るっていうのがまた番長3のいいところですし、やっぱり初当たり見れば分かる通りですね、しっかりとやっぱり通常ゲームよく当たってくれてましたのでね、やっぱり番長っていろんな意味で優秀な代弾だなっていうのを改めて感じることができました。まあ、そして今回あの番長3を打った理由の一つに、2020年は僕も番長3をしっかりこう打っていかなきゃいけないぞっていうことで番長3を打たせていただきましたけど、本当にね、あのこれまであんまり相性の良くなかった機種なんですが、今回設定後を打たせていただいたことで番長3の面白さも気づきましたし、またこれからね積極的に営業中のホールでも打っていきたいなと思えたので、本当に今日はいい実践ができたなと思います。はい、そして気候なチャンネルのチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。